ノイルスハイムは、ドイツ・ビュルテンベルク州ラインレッカー郡に属す、マチソン。マンハイムの南約24キロメートルに位置し、南から時計回りに、アルトルスハイム、ホッケンハイム、ライリンゲンと境を接する。この村は、1711年、ビュルテンベルクのスタッブース、ウンとアンツ・フレジャーを務めたユリウス・シッカルトの提案で、ルスハイム村の街道が交差する場所に、 ラショウファンとして創設された。シッカルトは、1711年3月19日に、ビュルテンベルク港、エーバーハルトルートビヒによって100モルゲンの土地を与えられたのである。最初に作られた建物は、管理事務所とビール醸造所を備えた農場であった。この土地は、ビュルテンベルクのマウルブロン修道院の創設とともに、その管理下に置かれ、それに伴いシュパイアー司教の保護下に置かれた。 ただし、シュパイアー司教はこの村の統治権を有してはいなかった。1816年にもともとの名称、ラショウファンはニュールースハイムと公式に改名されたが、この新しい名称は実際は1735年から時折使われていたものであった。1806年に領土の交換が行われ、ノイルスハイムはビュルテンベルク領からバーデン大公領に移された。 1821年にノイルスハイムは独立した自治体となった。1952年に新しく発足したバーデンビュルテンベルク州の一部となった。ノイルスハイムの町役場ノイルスハイムの議会は18議席。グンター・ホーフマンは2008年に58.6%の票を得て主張に就任した。 1993年から市長を務め2008年2月22日に在職のまま亡くなったゲルハルト・グライナーの公認として市長職に就いた。ズンガラ、青地に橋まで貫く銀の十字。それぞれの区画に一つずつ合わせて四つの金の星。19世紀のこの街の印象には大文字のアルファベット NL と金の星があしらわれていた。1911年に ジェンダランデザー,ーカイブによって文章が新たに創作された。主要モチーフにシュパイアー十字を用いているのは歴史的には正しくない。星は古い印象のデザインから取られた。旗は白青である。旧学校の屋根裏に東土系博物館がある。この時計は3世紀を経ている。旧駅舎には郷土文化資料が展示されている。 この他に郷土市に関連するテーマを定期的に決めて展示が行われている。ノイルスハイム駅、ノイルスハイムには鉄道カールスルーへマンハイム線の駅がある。ハイデルベルクとシュパイアートを結ぶバス路線もこの街を通っている。また、連邦道 B36 号線や B39 号線を介して連邦広域道路網に直結している。ボルフガングオケと オートシペンブクニュールースハイム、バーラグリージェノルクルトゥア、ユーブスタットワイファー、ISBN 978から3から897354012。ありがとうございます。